武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年関西学院大学の世界史の勉強方法について話していきたいと思います。関学の世界史の試験時間は60分間、配点は150点満点になります。大問構成は全部で5題出題されており、すべてマーク式の問題になります。で、関学の世界史の最大の特徴というのは、出題のほとんどが正誤問題であるということになります。比べられることの多い、関関同率の中でいう、関西大学の世界史なんかは空所に用語を入れるっていう形式なので、取り組みやすいっていうふうに感じた受験生も多いと思うんですが、関学の世界史は正誤問題中心のため、その文章が出されて、その文章を合ってるかどうかっていうのを判断するためには正確な知識が要求されます。なので対策としては、武田塾の参考書ルートに入っている、ツインズマスターやナビゲーター、ターゲット予選などの、を用いて語句を暗記するっていうだけではなく、パノラマ世界史やナビゲーター世界史の本編をしっかり読み込み、文章の中で、文章と合わせて用語を覚えるようにしていってください。正誤問題に関しては、センター試験の道やセンター試験の過去問なんかで、そちらが正誤問題中心の取材になってますんで、そちらを取り組んでいき、選択肢のどこが間違いでどう修正すれば正しい答えになるのかっていうのを毎回検証する習慣を身につけていってください。ルートでいうと、マーチレベルにあたるオンリーワン世界史までを、取り組んでおくと十分だと思います。関学の世界史は、何度も言っているように正誤問題中心なので、正確な知識が要求されます。用語のみの暗記にならないよう、文章とセットで用語を覚えていくようにしてください。今回は以上です。